クリストファー・エール・ブライアントは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスバレー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴ・カブス所属、地元ラスベガスバレーのボナンザ高等学校在籍時の4年間で打率、418、超打率、958、103アンダ、47本塁打を記録した。 2010年の MLB ドラフトにて18巡目でトロントブルージェイズから指名されたが入団せずにサンディエゴ大学へ進学した。大学時代、高成績を記録し2011年には NCWA ウェストコーストカンファレンスの最優秀投手にマルコ・ゴンザレスと共に選出された。2013年にはその年の大学最優秀選手に贈られるゴールデンスパイク賞を受賞した。 同年の MLB ドラフト一巡目でシカゴカブスから指名され670万ドルの契約金で契約。ショートシーズン A-9 ボイシホークスでプロデビューし18試合に出場して打率354.4本塁打を記録。8月12日に A 級レートナカブスに昇格し16試合に出場して打率333.5本塁打を記録した。 2014年は AA 級テネシースモーキーズでプレーし、6月にサザンリーグのオールスターゲームのホームランダービーで優勝した。6月18日にトリプル A 級アイオワカブスに昇格し、68試合に出場して打率。355.22本塁打を記録。この活躍からベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀選手賞。 USA Today マイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞した。同年、マイナーリーグでは、計138試合に出場し、打率、325.43本塁打、110打点という、好成績を残し、打棒を発揮した。2015年は、スプリングトレーニング中のオープン戦で14試合に、出場して打率、425、 9本類だという好成績を残しながら、FA 資格取得を遅らせたいという球団の意向から、AAA 級アイオアで開幕を迎えることになった。開幕後、AAA 級アイオアでは7試合に出場して打率。321、3本類だ、10打点の成績を残した。4月17日、メジャー初昇格を果たした。デビュー戦となった、同日のサンディエゴパドレス戦では4番。 三塁手で先発起用されたが、ジェームズ・シールズを相手に、初打席から3連続三振を喫するなど4打数、無安打3三振と結果を残せなかった。翌18日の同カードで、初安打と初打点を記録した。5月9日のミルウォーキーブルワーズ戦では、カイル・ローシュからメジャー初本塁打を放った。また、5月は打率、265、7本塁打。 22打点を記録し、ナリーグの月間最優秀新人を受賞した。オールスターゲームの投票では三類種部門で3位だった。ものの、怪我で辞退したジャンカルロ・スタントンに代わって選出され、ホームランダービーにも出場した。8月には打率、337本塁打、20打点などを記録し、2度目となる月間、最優秀新人を受賞した。9月6日、本拠地、 ビグレイフィールドで行われたアリゾナダイヤモンドバックス戦ではルビー・デラロサからこの年のメジャー最長となる495.3フィートの本塁打を左中間に放った。最終的に新人で両リーグ最多の31二塁打、26本塁打、99打点を記録しサンフランシスコジャイアンツのマット・ダ・フィーラを抑えて史上20人目となる満票での新人王を受賞した。 また、26本塁打は、ビリー・ウィリアムズの25本塁打を上回り、99打点は、ウィリアムズ、ジオバニー・ソトの86打点を上回り、それぞれ球団の新人記録を更新した。チームにとって7年ぶりとなった、ポストシーズンでは、9試合に出場し二本塁打、5打点を記録したが、打率、176、12三振と精彩を欠いた。年、 6月27日のシンシナティレッズ戦5打数5アンダ6打点と活躍した。この日の5本のヒットは全て長打であり、これは1900年以降では史上9人目の記録であった。前半戦をリーグトップの25本類が同3位の65打点としてファン投票によって2年連続のオールスター選出となった。最終的に155試合に出場し、打率。 292.39本塁打、102打点、オプス、939と昨年を上回る成績を記録した。10月26日には、ハンク・アーロン賞を受賞した。2年連続で迎えたポストシーズンは、サンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズでは、主力打者の多くが不審に陥る中にあって、打率、375、1本塁打、3打点と活躍。 第3戦では2点ビハインドの9回無視1塁で、セルジオロモから試合を振り出しに戻すにランを放った。ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、本塁打こそなかったが打率。304、3打点の成績を記録した。チームにとって71年ぶりとなった、クリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズでは、第4戦まで打率。071と、打撃不振に陥ったが、 一勝三敗と、インディアンスに王手をかけられて迎えた第五戦で1点ビハインドの4回に、トレバー・バウアーから同点に追いつく、ソロ本塁打を放ち、続く、第六戦でも1回に、女子トムリンから先制のソロ本塁打を放った。ワールドシリーズでの成績は7試合の出場で打率。269、打点はこの本塁打による2点のみだった。チームは、 第5戦から3連勝で108年ぶりのワールドチャンピオンとなった。シーズンオフには投票権を持つ全米野球記者協会の会員30人のうち29人から1位秒を集め、ナリーグの MVP に輝いた。新人王受賞の翌年に MVP を獲得したのは、カルリプ・ケンジュニア、ライアン・ハワード、ダスティン・ペドロヤに次ぐメジャー史上4人目の快挙だった。 2017年は151試合に出場し、打率295.29本塁打73打点、オプス946などを記録、MVP 投票では7位に入った。2018年4月22日のコロラドロッキーズ戦でヘルマン・マルケスの投球を頭部に受けて退場し、その後4試合を欠場した。5月9日のマイアミ・マーリンズ戦で、 通算100本塁打に到達。しかし、6月26日に、左肩の炎症で、初めて故障者リストに登録され、その後16試合を欠場。7月26日には再び左肩の炎症で、故障者リストに登録され、35試合を欠場した。故障の影響で102試合の出場で、規定打席にも到達せず、打率27、272、13本塁打。 52打点に止まった。2019年は、スロースタートで、初本塁打を放った4月25日時点で打率23、232だった。5月から調子が上がり、月間10本塁打、さよなら玉や1試合3本塁打も記録した。3年ぶりにオールスターに選出された。9月15日には、自身初のプレイヤーオブザウィークを獲得、147試合に出場し、 打率282-31本類が77打点の成績を残した。しかし、守備面では守備率や DRS がリーグワーストだった。ありがとうございます。